はい、今回はね、スパイファミリーのお話をしていこうかなと思います。原作最新話の方ですね、ミッション86についてです。前回ミッション85では帳がね、もう体を壊しながらウィストン・ウィーラーをね、ボコボコにする回だって、本当にね、ちょっともう人間離れした、もうロイドとか夜とかもそのレベルを逸しているような感じで、すごい熱くなれる展開だったんですけども、果たしてそのウィーラーはどうなるのか、今後どうなるのかってところなんですが、今回のね、一件でスパイファミリー史上あまり見ない本当のスパイミッションがようやく幕を閉じました。今回はそんな86話の気になる点だったりとか、もしくはここも良かったなどあれば振り返っていこうかなと思います。ぜひ皆さんのご意見だったり感想だったり考察等あればコメントをお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考及び励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。こちらミッション85の方では帳がね、関節とか骨を犠牲にしながら一撃を食らわしていくっていうシーンでした。ジャンプさながらというか、本当に素晴らしい戦闘シーンだったことと、帳の先輩に対する愛の執着ってところがね、本当もっと強く語られる部分が見ることができて、オペレーションストリクスを帳にちょっと譲ってもいいんじゃないかなと思えるほどすごく熱くなれる展開でした。その続きがミッション86となっております。冒頭ですね、もうウィストン・ウィーラーがぶっ飛ばされてるんですけれども、誰かがね、今後助けに来てくれるかなと思ったんですが、もうこの一撃がもうほんと致命的となっております。ちなみに帳ね、歩いてる時にジャリって音をしてるんで、おそらく折れた歯とかを踏んでるんじゃないかなと勝手に予想しております。細かいんですけれども、帳もね、足を折りながら蹴りをかましているので、ケンケンしながら近づいております。そしてここでとどめを刺そうとしたところで、黄昏が目を覚まします。そしてね、このウィーラーを殺す必要もないし、自分自身を犠牲にする必要はないというね、ことを吐くんですよね。帳がね、スッて言ってるんで、この人が好きって言いそうになったんじゃないかなと思います。まあ頭の中ね、これ前回ね、好き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 ってなってたんで、それがそのまま残ってるんだと思います。ほんと執念ですよね。まあ駆けつける帳なんですけれども、こけてしまっております。こける時にもポキって言ってるんで、もう体ボロボロなんですよね。で、この後はね、このウィストン・ウィーラーをもう生かしておく必要はないということを言います。これもまさに帳の言う通りであって、黄昏の顔を見られている時点で、もし今後、ワイズ側から逃げ出してしまえば、ほんとね、大問題となってしまうし、まあこの黄昏の正体が秘密警察に伝わってしまう可能性が高まって、黄昏の危機というところ、まあワイズの危機ってところがありますよね。で、黄昏はここは冷静に判断して、こいつから得られる情報はあるし、交渉の材料にもなるよということを言っております。まあ、帳はね、確かにね、黄昏ほどの実力者がウィストン・ウィーラーに負ける。まあ、もちろん、帳からしてもロイドの強さってところはよくわかっていると思うので、もしかすると、ロイドっていうのはまだまだね、上限があるんじゃないかな、帳みたいにこういう展開になるんじゃないかなっていうことも予想できますよね。それで帳はハッとして、いつ目を覚ましたのかということですね。その間にね、先輩に対する愛をね、ウィストン・ウィーラーに向けてぶつけていましたよね。まあ、ここからね、帳らしい感じなんですけれども、この見られていないかめちゃくちゃ恥ずかしがってるんですよね。で、帳はね、聞かれてないか聞かれてないかということで、めちゃくちゃ怖い顔になってるんですけれども、この表情を見てめちゃくちゃ怒ってるってなってるんですよね。で、言いたいことはわかるよっていうことで、まあ、要するにウィストン・ウィーラーを生かしておく必要はないよってことを言いたいんですけれども、黄昏自身も俺はふぬけているかもしれないと言っていました。わかっていないってね、この鈍感さがまたロイドのいいところなんですよね。そして帳がね、腕の傷のところにも追求していくんですけれども、これは有利にやられたと言っております。で、有利にもとどめを刺さなかったっていうのがあるんですけれども、この子に対してただね、情が映っただけではなくて、ちゃんとね、黄昏っていうのはオペレーションストリクスというか、夜との交換条件ってところをしっかり守っていたことがわかります。これは本当に当たり前のことなんですけれども、あえてここで振り返ることによって、あ、そういえばそうだったなってことを思い返しております。まあ、結婚の条件というのがね、弟を安心させるためというところでした。それで有利のね、命を奪ってしまった意味がないよっていうことですよね。ここでね、帳も気づいてしまうんですよね。ヨルブライアと呼ばない時点で私にはそれがね、建前に聞こえてしまうけれども、その感情は正しいということで、任務のために言われたら私は何も言い返せなくなってしまうというんですよね。先輩はずるいと、もうまさにね、もう帳のね、この気持ちってとかすごいね、もどかしいですよね。帳もよく分かってるんですよね。黄昏から夜に向ける感情ってものがそのものではない、まあ、表に出ているものとは違って、しっかりこう本音ってところが見え隠れするよっていうのもね、アニメの方でもありましたけれども、こういうところがしっかりもう読み取ってるから、帳はね、その気持ちを受け止めているんですよね。いや、非常に辛いなと思います。そしてこの前に秘密警察の方の今回の一件でね、まあボス的な存在で出てきたキャラクターがいるんですけれども、このキャラクターが登場します。やばいとなったんですけれども、実はこの人はおじさんでした。これもね、前回の動画でも触れたんですけれども、細かいところを見ていくと、こういう感じでいろんなところで人が動いているから、変装していても誰なのかわからないという感じとなっております。で、まあおじさんだったんで安心したよという感じです。で、帳の左肩を入れて、そろそろここからね、追い飛ばしようという感じなんですけども、黄昏が動けなくなった帳を担ぐんですよね。もう、帳としてはたまりません。叫んでましたよね。ここちょっと笑いそうになったんですけれども、ちょっと間違えてるんですけども、先輩お姫様抱っこ、実質お姫様抱っこと言ってるんですけども、これお姫様抱っこではないんですけれども、帳としてはもうたまらない展開となっています。
面白いですよね、こういうところも。まあ、死ぬ、すぐに死ぬ、早く下ろしてもらわないと心臓が持たない、確実に死ぬと言っていました。まあ、よかったですね。これはちょっと早めて、帳に対しては、まあ、頑張ったね、帳に対してのご褒美なんじゃないかなと思います。そしてことはね、進んでいくんですけれども、もうこの場から退散しております。まあ、この辺に関してもね、やっぱ地元警察と連携して秘密警察が動いていなかったことで逃げる隙ができたということを言っていました。まあ、これだけね、やっぱりウィーラーが持っていた情報だったりとか、隠れてしないといけないこと、まあ、何かしらこれね、意図があるんじゃないかなってところも読み取れますよね。まだまだね、このスパイファミリーの世界には裏がたくさんあるんじゃないかなというところがわかるセリフだったかなと思います。ワイズのおっちゃんもね、黄昏に対して一杯付き合えよと言っていました。まあ、黄昏、まあ、ロイドとしてはね、休館が入るっていう体で、家を出ているということが早く家に戻らないといけないと言っていました。ここで黄昏がそれにただでさえ今と言っていて、えっということで、帳がね、ハートマーク出してるんですよね。お、これうまくいってないよっていう感じをね、察しているんですが、まあ、これね、思い出してもらいたいんですけれども、喧嘩ではなくて、これ夜さんがね、自分の不満をね、こうぶつけたらいいという結果となっていて、この生活全てが不満ですとかね、休日に家族を放って仕事なんてひどいですってことで、この怒りをね、表面上だけでぶつけていたんですよね。黄昏が夜の感情をね、汲むことにめちゃくちゃ苦悩していたことがあったのは思い出されます。ここぞとばかりに帳がね、ここはチャンス到来だってことで家に行っていいかみたいなことを言っていくんですけれども、まだまだね、帳のね、このオペレーションストリックスの座をね、奪うというね、力はかなり強くあるなというところがわかります。まあね、帳もね、アドレナリン切れてボロボロだったね、そのまま帰らされております。そして黄昏、ロイドはね、フォージャー家久しぶりに帰ってきます。長い1日だったということで、なんだか久しぶり帰ってきた気がするなということで、本当ね、今回スパイミッション長かったと思うんですけれども、まあそれだけね、今回過酷なミッションだった、危険なミッションだったなということがよくわかりますよね。まあもちろん黄昏の頭の中にあるのは、あの夜のおかしさってところがあるんですが、帰宅するとまさかの夜さん普通なんですよね。まあこれに関してもこうやって行った後に、私何やってたんだろうということで振り返っていたんで、まあここはもうリセットされているという感じです。でここがね、すごい良かったんですけども、この言葉を聞いてロイドがね、カクンと膝を落とすんですよね。急に力が抜けるんですよね。本当にふぬけているぞ黄昏ということでね、笑顔の裏にもしかすると計り知れぬ憎悪がということで、この夜さんの笑顔を見て安心しちゃうんですよね。もう本当にこのロイドっていうのは夜のことがミッションだから、それ以外の感情がすごく強くなってるところが分かれてる描写なんで、むちゃくちゃ良かったんですよね、ここで。まあ怪我したのどうしたのかっていう話なんですけれども、ごっついプロレスラーを休館していたということで、それもちょっとなかなか難しいなと思います。アーニャはね、思い出していただきたいんですけれども、動物園にね、ベッキーと言っていたんで、その帰りで疲れて眠っております。この二人で久しぶりですよね。そして黄昏はこの夜さんがおかしかった件に対して、こう至らぬことで夜さんのご不満をということで、ね、話をしていくんですけれども、まあカミラがね、こう言っていた、まあ、不満も言わないといけないということを説明するんですよね。そしてなんじゃそらと黄昏はぶっ倒れてしまいます。もうダメだ、もう動けんと。はい、こんなロイドね、見たことないですよね。誰なんだっていう顔してるんですけれども、まあこれもね、先ほどと一緒で、このもうほんと安心してしまった、もうこの状態でね、ほんと何かあってもどうもならないってことは、夜にしっかり心を許しているってことはすごい伝わるシーンだと思います。で、火事だったりとかいろんなことね、ロイドが全部できるから、夜さんとしても満足はしてるけど、不満をぶつけたかった、それを任せられることで、これもちろんですの笑顔もすごい気持ちいいんですよね。めちゃくちゃ嬉しそうです。まあ、甘えて欲しかったっていうことですよね。ここが本当尽きるかなと思います。もう本当夫婦の形なんじゃないかなというところもわかりますよね。何でもロイドは一人でできるけど、そんなとこは見せないでほしいと。でも、まあ、そんな完璧ではないし、弱音も吐いていいよってことを言っていて、それが嬉しかったですということです。ただそのね、ロイドの中の心の声としては、まあ、己の不甲斐なさを痛感したということで、逆にこうスパイとして突き抜けているウィストン・ウィーラーですよね。その強さってところを目の当たりにして、自分自身は勝てなかったっていう事実があることによって、完璧でなければ生き残れないスパイの世界なんだっていうことをね、言っていました。だから辛いですよね、ここに関しては。やっぱりこういうオペレーションストリックスっていうね、裏と表ってところがあるから、こういうところが語られております。はい、そこでね、めんどくさいやつ帰ってきますね。ユーリですね、聞いてくれよ姉さんってことで帰ってくるんですけども、これロイドもシャキーンでちゃんと立ってるのも素晴らしいです。で、夜さんにやっぱここが許しているってところが、ここでもわかりますよね。ここでね、まだまだ話は終わらないんですけども、ユーリがロイドが手を挙げた時にピクッと右腕を震えることに気づきます。ここでね、察しがあんま良くないね、ユーリが気づいてしまうんですよね。まさか右腕を撃たれている黄昏なんじゃないかということで、パッとね、腕を開くんですけれども、そこには何もありませんでした。まあ有利のね、気づくんじゃないかっていうところはあったんですが、ここでね、一応スルーされたという感じです。ちゃんとで負傷はしていたんですけれども、ロイドとしてもやっぱこの辺もしっかり徹底してね、隠すこと、何かあったらダメってことはやっぱさすが抜かりないなという感じです。まあ黄昏としてはね、こうやっぱ安心したことだったりとかはあるんですけれども、それ以上にスパイとしての未熟さというところが強く描かれているので、今後もこういう危機は出てくるんじゃないかなというところが予想できますよね。で、そういう気持ちのままね、いきなりこうリビングに出ると、焦げた匂いで夜さんがね、アイロンでね、燃やしてるというね、まさかの展開となっております。もうこのね、上がり下がりが激しすぎて、ロイドはね、もう身が持たないんじゃないかなっていうところで、今回マークを閉じます。これにておそらく、まあ密告者ですよね、ウィストン・ウィーラーの一件というのは終幕するんじゃないかなと思います。
本当にね、変装だったりとかいろんな面で非常に面白かった回ですし、いろんな場所でいろんな人が動いてくるからこそ分かる部分だったりとか、まあでも根本的な部分っていうのは帳の愛だったりとか、ロイドが夜に対する愛だったりとか、いろんなところが裏で語られていて、本当に素晴らしいエピソードだったんじゃないかなと思います。やっぱ過去の動画でも触れたんですけども、ウィストン・ウィーラーみたいにスパイになっているあの存在を否定しなければ、ロイドとして、黄昏として、オペレーションストリップとしては、まあ、アーニャの願いとしても、すべてにおいて正解へとは繋がらないと思うので、ここでロイドがどういう判断を下して今後進んでいくのか、めちゃくちゃ気になるところかなと思います。まあ、いずれにせよこういった部分だったりとか、いろんな関係性、人間性とか見えるのは本当スパイファミリーの面白さだなと思います。ぜひ皆さんのミッション85、気になる点などあればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さよなら。